ああ,ああ、今日も学校は超つまんねえなあ。別に、友達はいっぱいいるけどさ。毎日毎日、同じ黒板とずっとにらめっこして、おいらはもう疲れちまったぜ。ああ、ああ最近は、先生も俺のことを諦めたみたいで。 学校にさえいれば単位ある。とか言ってくれてるし。お言葉に甘えまして。早速保健室でドキドキ相対チャレンジをしたいと思いまーす。体温計をいい塩梅でこする。こすりすぎるととんでもない数字になるし、あれ絶妙に難しいんだよな。こんちゃー体調悪いでーす。んうわっ おぶ、ね、あっね。おい、大丈夫かよ、あ,あ…なんだ、あの少女。なあ、先生、どうも、看病してください。なあ、そんなこと言わないでくださいよ。とりあえずベッド貸して。 先生が相対届けにハンコを押してくれたら、すぐ帰るから、それまで貸して。え <laughs> へ優しい。先生も人間だね。<laughs> あ。てかさ、さっきの子誰っすかなんか泣いてましたけど。え俺と同じクラス えあんな奴いたかないや喋ったことないっすね。俺、ああいういかにもおとなしそうな女苦手なんすよ。あ、いじめられてる。えー、女子同士だといじめなんてあるんだ。 いや、男子には見えないようにこそこそやってるんじゃないですか。うん、まあでも、無事家に帰ったんでしょ出てったんだし。はあ、授業戻ったなぁ、真面目すぎる女も苦手だ。なあまあいいや。 俺はベッドで昼寝、あいや、体が苦しすぎるあまり、ふと目を閉じてみることにするんで、はい。その間に早対届けお願いしますね。はあ、おやすみなさい。な、いたいた。よ さっき、保健室の前で俺とぶつかったろ。あの時に、これ、指の骨折れちゃったみたいなんだよね。医者料払って。<laughs> なんて嘘だよ。バーカ <laughs> ああ、ごめんごめん。いや、さっきまでさ。 保健室で気持ちよく昼寝してたんだけど、先生かね。どうしても相対したいなら、お前のこと連れてけって。意味わかんないけど、そうじゃなきゃハンコ押さねえって言うからさ。知らねえよ、俺に聞くな。だからとりあえず荷物まとめろ。<laughs> 授業とかいいから、 お前がいなきゃ俺が帰れないの。なあ、大丈夫大丈夫。あの先生優しいから、ちゃんと届けさえ出してれば、親には連絡しないって。はい、あと20秒。早く準備して。平日の昼間に学校を抜け出すと、超気持ちいいんだぜ。世界が広がったって感じがする。学校で起きたバカみたいなこととか。 悩ましいことまで全部ちっぽけなもんでしかねーんだなって、ちゃんと実感できる。お前も知った方がいいよ。<laughs> はい、二十秒。ダメでーす、強制連行。<laughs> お前らもじゃあなー。 じゃんけんぽんないこでしょっ <laughs> 勝ったークレープお前のおごりなー <laughs> 俺、クリーム5倍のやつ。はん。うん、うん。あは、うめえ。クリームあんま最高だーこれ。うん うん。うまいかだろうここさ、この前テレビ番組でも特集されてたんだよ。土日とか夕方はすっげえ混むからさ。今の時間は超穴場なんだぜ。教えてやった俺に感謝しろよ。はん。 なんだよ。そんな浮かない顔して。え罪悪感何にクレープ大丈夫、こいつらも食べられて喜んでると思うぞ。学校早退したことああお前真面目すぎるって。 はぁ、あ、そういう考えしてっから、無駄に悩みすぎるんじゃねえの。まあ、わかるよ。学校って基本つまんねえし。おもろい奴もいるけど、しょうもない奴の方が多いし。でもさ、今日くらいは、そんな奴らのことを忘れろ。<laughs> ああ。よーし。じゃあ次のクレープ屋行こうか。え行かないのはあ。今日はあったけな。ああ。お前。 今日どうだった変な一日 <laughs> そっか。まあ退屈よりマシだろ。明日からどうすんの学校。辛いんだろ行くの えらいな、うん。勉強なんてさ、やろうと思えば家でもできるじゃんなんでわざわざ行くの負けたくない。いじめてきた奴らに。なるほどね。 そっか。強いんだな、お前。でも、そんなん続けてたら、いつか壊れちまうぞ。無理すんなよ。おいしょー。<laughs> 見た俺の今の見事な着地。あ <laughs> あ。俺 かないかな朝起きてみないとわかんないけどああなんか起きた瞬間にわかるんだよ一日の始まりにドキドキしてる時としてない時だから起きてみて学校行きてってなったら行くかもしんねえなまあ俺は 帰ってから遅くまでゲームやるから、まず起きられないんだけど <laughs>。あ、じゃあそろそろ帰る送ってくぜ。ああ。女の子を夜に一人で歩かせちゃいけないって、雑誌で見た。え、こういうのって言わない方がいいのま、マジかよ。 ウィース、おはよう。な、なんだよ。俺が朝から教室に行っちゃいけないのか。<laughs> あ、へへ。あ。よ。へへ。いやーびっくりびっくり。朝起きたらさ。 お前と会いたいのって。だから学校来た。んおいお前ら。これからこいつに変なことしたら、俺が許さねえから。嫌なら覚悟してやれよ。これで OK。<laughs> な、せっかく真面目に授業を受けるならさ、俺にも今度勉強教えてな。 お前が教えてくれたら、俺頑張れるかもしんない。<laughs> 頼んだ。ああ。なんか、学校ちょっと楽しくなってきたな。